マジで。え、ここはインスタライブに来てくれるって？インスタライブに来るってこと？いないけどね、今。いるか電話していいんじゃん。誰に？ある人に。いいよ。武尊選手来てないっつってよ。実際。出ないですね。出ないですね。多分、タクマとかしてんじゃない？お、連絡先は来ました。あ、来たよ。誰これ？兄貴。おお。見とったの？ゆえ君は。見とっただろ。で、これを追加して、俺が送るわ、住所。じゃあ。タクマところ、タクマ見とんかな？タクマ見とんか？実際。佐々木くんもタクマも見てないんですよ、はい、多分。見して。これね、うん、あれなんですよ。友達、タケル選手ね、来てくれたらできるんですけど、来てくれてないんでね。え、この名前の公式とかも載るってこと？いや、わからん。この辺に来るんだけど。わかりにくくないそれ。うん。いや、来てない、来てない。結構コラボしてますね。レベゼン地球。レベゼン地球は、うん、レベゼン地球ってインスタやってんのかな？やってそうだけどね、それこそ。招待送れば来てくれるんですよ。招待？そんなんあるんですか？インスタライブ。招待？招待どうやって送るのこれ。ちょっと待ってね。タケルさんね。確かに面白いですね。今活動中止中です、レペゼン地球さん。あ、そうなんですね。あ、そっか。そんなこと言っとったね。佐々木くんは今日オフパコですか？そうです。きなことオフパコです。これね、招待とか送れませんよ、マジで。やったけど、今。タケルさん招待送ります。あ、なんかリスナーさんが送ってくれてるじゃないですか。そんなことできるの？もしかしたら。喧嘩人自慢もね、その、収束したら、バンバンに。ね、喧嘩自慢やりたいですね。バチバチ言わせたろうかなと思って。バチバチ？その YouTuber に舐められない感じのやつ見しちゃうの？とうとう。いや、ダメでしょ。それは見しちゃうのか。さすがに。やっぱの社会的距離を保ちながらスパーリングしないと。今日ライジン公式で僕の試合がたくさん YouTube に公開されたってことで、はい、皆さん見てくれましたか？あ、そうなんですか。そう。なんかやっぱコロナとかが流行ってるから、うん、自粛してる人の、その、楽しめる、楽しめる一つとして、なんか僕のデモ前の試合がすごい公開されたみたいな、全試合。うん、この機会にね、僕のデモ前の奇跡を、奇跡ってあれですからね、奇跡の奇跡じゃないから。歩いてきた、歩いてきた気分で、もう見てほしいなと思ってますんで、ぜひ。YouTube に上がってるんですか？そうです、そうです。なるほど。で、YouTube 朝倉未来、まあ、ライジンのオフィシャル行けばいいってことか。いや、YouTube で朝倉未来でいいのか。YouTube で朝倉未来で出てくる。まあでも、今はインスタライブを楽しんでもらって、俺のインスタライブが終わった暁には、まあ見てもらうっていう、そう、ダブルで楽しめるって感じなんで。もう今は別に YouTube ってもう減るもんじゃないですから、うん、もう今このインスタライブってもうライブなんで、僕このアーカイブに残すこともないですし、うん、まあその一部の人がね、画面録画で撮ったのを YouTube に載せると思いますけど、この瞬間もね。
よくないからね、そういうの。本当に。ですよね。でもね、僕ら、その、結構、インスタで上がってる動画ってカラオケとか多いじゃないですか。そうね。だから、もう、カラオケとかのライブは、LINE の方に変えようかなと思ってるんで。そうね。よかったらね。うん、もうインスタライブでもうカラオケはやめようかなって、うん、この画面録画して YouTube にすぐ載せるやからがおるからさ、 LINE ライブって載せる人あんまりいないですよね、うん、なんでだろう、質がすごいいいのかな、 LINE ライブの、うん、そうね、天心さんとはね先ほどコラボさせていただきました。そうだね、天使君のインスタの方でコラボしましたんで、誰か面白い人来てるかな、ああ。だからこれ常時変わってくるってこと、そうそう、リアルタイムで見てくれてる人が、ね、すごいですね、カラキョンがもしかして見とったらってことそれだ。ちょっとじゃあ、もしかしたらってこと？うん。それは。だからあれでしょ？だからめいちゃんとかね。か見とったらってこと？だからめいちゃんが。そんなことあんの？それないよ。それで、でもありえるでしょ。あ、あれか。あそこまで大きくなると、うん、もう管理されてるから自分の携帯じゃないわけと。管理されとんのかな？制されてるでしょ。でマネージャーさんが上げとるでしょ多分。写真とかも。いや。それは分からん。やっぱり俺は別にそんなんないしね。そうだね、うん、で本当に多分あそこまで行くとそうなってくると思うよ。そう、完全にマネージャーさんが管理して、うん、アップももちろんそうだし、多分個人のなんだろうプライベートなやつを持ってるかもしれんね。だからもう名前を隠してとかさ、ね、分かんないけど、うん、あれ、そういえばさ、カイチャンネルの斉藤くんは見とんのかな今見てそうじゃないですか。斉藤くんとかね、うん、遊びに来たら面白いんですよね。楽しみ。斉藤くんの LINE は知らんの？知らん知らん。全員知らんよ。いや、知らん。大森くんも知らん。ああ、そうなんだ。斉藤くんはもう俺の家知ってますから、一回来たことありますからね。あ、そうなんだ。結構仲いいですからね。なんだかんだね。うん。うん。本当にね。タゲル選手ね。秋田はって、秋田はもう見なくていいんですから。起きるって。いちいちその秋田はとか別にさ、YouTube でも結構コメントくるんですよ。もう秋田はみたいな。だから見んけりゃいいやみたいな。それにつきますからね。正論じゃないそれって。まあそうですね。いちいちその言わなくてもいいけどみたいな。まあでも確かにこの何食わない感じのこうライブをしてますから、まあ見る見ないは自由ですからね。そうですね、うん、本当にそうです。なんかその楽しんでもらえる人が見てくれればいいからみたいな。なんか僕らのオフじゃないけど、うん、そうそう、まあそんな感じなんで。本当にそうそうそう。いやーでもあれですね、会が来るかもしれないですね、もしかしたら。そうだね、住所送ったし、ね、まあ、近いですから、なんだかんだ家も。そう、場所は分かってないんだよね。俺は知ってるんですけど。ああ、なるほど。まあまあ近いですから。でも斉藤くんと大森くんの方が近いんだっけ。斉藤くんたちもまあ近い。じゃあ拓磨だけですよ、通りの。そう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 。それで言っちゃうと。うん。今ウイスキー飲んでるんですよね。そうっす、山崎の12年こちらですね。ビールとかもね結構飲んで、結構飲みましたね、うん、本当に。だからね、でもなんか一人で飲むのとさ、やっぱ仲間と飲むのって全然違くて、やっぱ仲間と飲んだら楽しいしね。一人で飲んでるとさ、何やってんだろみたいな。でもさ、吉田君がこの間さ、LINE でさ、記憶はさんのなんか、うん、それは言わねえよ。
DVD をさ、うん、見ながらさ、なんか改まってさ、うん、ガチでありがとうみたいな、なんか、うん、キャン、うつ病なのかなと言っちゃった。いやいやでもやっぱほんあの時結構酔ってて、もう酔っとったよね、絶対めちゃめちゃ酔ってたもん。こっち白くなったわけよ。わかる、この温度差わかります。白くの でもこれ伝えたいなと思って。ああ、まあまあ確かに伝えるの大事な時もあるやん。まあね、本当にありがとうと思った時は伝えんといけないやん。まあまああるけど、こっち白くだったんでこっちはもう酔っとるよ、うん、気分いい、気分いい、すごいなんかどうしたみたいな。おもうコロナの自粛で精神崩壊したのかなってちょっと。そういうことね。じゃあ清木さんはもう本当にあのね、もうあのえ宮島くんから LINE 来ましたよ。嘘、なんて、なんかリクエストを無視されてる。リクエストしてんの宮島くんが。宮島くんがさっき拒否したんだよ、こっちの。確かに。逆にね。あ、これリクエストって来るんですか、逆に。できるんですか、リスナーさん側からも。わからん。すごい拒否られてるんですよ、さっきから。うん、逆に。あ、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。あれ、なんか、拒否したよね。はい、ごめんなさい。そうなんです、あの事務所に確認して OK もらったんで今申請しました。ようやく、してる川村奈々がさ、誰やねんって感じですよね。宮島くんじゃないの。宮島くんはとりあえず思っていて、仮面女子。あのライズにも一回出場してますから。はいはい、知ってます、知ってます。だねってなってますよ。川村さんは、朝練習来てくれてますから。あ、そうなんですか。まあ、最近はもうすごいサボってますけど。え、格闘家ですか。いや、アイドル兼格闘家ですよね。そうです、そうです。仮面女子やりながら総合格闘技やってます。そうです。もうめちゃめちゃ強くなってますからね。ありがとうございます。あ、この間試合おめでとうございました。ありがとうございます。見ました。圧勝でしたね。あれ、僕の試合のすぐやったっけ。そうです、2日後とかですね、多分。2日後、じゃあなんかお互い勝利できてよかったですね。おめでとうございます、ミクロさんも。ね、この方が格闘やってるって。なんかこんな可愛らしい顔してめちゃめちゃ根性あります